日本の宇宙産業の国際競争力を強化する。この目標に着実に向かっていくため、年内に宇宙基本計画の工程表を改定します。今日はじめ、順天長衛星みちびき2号機の打ち上げが成功しました。年度内に3号機、4号機を打ち上げ、4機体制とします。これにより、来年度から誤差数センチの精密測位サービスを提供していきます。こうしたサービスを産業や国民生活に広く利用していただくことが、ソサエティ 5.0 に向けた大きなステップとなります。農林水産業や防災、インフラ維持等の分野において、ビッグデータである人工衛星からの情報を活用した成功事例が次々と生まれるよう後押ししていきます。衛星や地上の通信設備などの宇宙システムは、今や国民生活になくてはならない基盤となりました。衛星と衝突事故を起こしかねない宇宙ごみへの対応など、安全面の備えについて検討を進めます。合わせて、こうした宇宙空間のリスクへの対応について、政府内の体制を強化していきます。これらを実践するため、宇宙政策担当大臣を中心に、関係閣僚はしっかりと連携していただきたいと思います。